6号艇下條優太郎選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それではここまで戦ってみて船足の評価はいかがでしょうか。そうですね、やっぱパーセント考えると物足りないですね。はい、そうですか。特徴を挙げるとすればどのあたりでしょうか。バランス取れて普通です。そうなんですね。はい、節間中かかりが気になるとのコメントも出ていましたが、準優勝戦はそのあたりいかがでしたでしょうか。ちょっと過度想定だったので、はい、そこを無視してもう伸びないかなと思っていましたので、そこはちょっともう準優は無視ですね。わかりました。はい、さあ乗り心地に関してはいかがですか。やっぱ準優は合ってなかったですね。そうです。はい、なんか優勝戦当日の作業、何か考えていることはありますか。そうですね、時間あるんで大幅にちょっといろいろやってみます。分かりました。さあ優勝戦は6号艇でのレースとなります。コースを含めレースイメージなどはいかがですか。そうですね、展開作れればいいなと思いますけど、人がいることなので、はい、スタートして展開つけれればいいなと思います。分かりました。スタートについてですが、今節は0台のスタートも多く見られますが、見え方、ご自身との感度の比較はいかがでしょうか。そうですね、展示とそこまで変わらなければいける範囲でいけてると思います。そうなんですね。はい、2節連続での優勝となりました。それでは最後にファンの皆様へ一言お願いします。はい、大村でいいのだ。